甲子流は台湾の台東県出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。2009年秋に日台間の野球交流事業の一環で読売ジャイアンツの2軍練習に参加。多彩な変化球が関係者の目に留まり、2010年から読売ジャイアンツの育成選手として契約。2010年6月4日に支配下選手登録される。契約金1000万円。 年俸440万円。背番号は118から同じ台湾出身の両らし、強権名らが着用していた97に変更された。読売ジャイアンツ時代2010年6月9日にオリックス戦で一軍初登板。躍動感あるフォームから繰り出される威力10分の投球もあり、3回1、3鬼視点で降板も、 首脳人から高く評価された。2010年11月、杭州アジア大会台湾代表に選ばれ銀メダルを獲得した。2011年は、1軍登板はなく、2軍でもわずか4試合の登板に終わった。10月9日、球団から川口博人と共に戦力外通告を受けた。2011年の中華食防大連盟のドラフト会議にて、 統一セブンイレブンライオンズから1位指名をされた。2012年11月には第3回 WBC 予選前にキューバ代表との国際親善試合であるサンダーシリーズの CPBL 代表に選出されている。2014年10月13日にライオンズを解雇される。ありがとうございます。